はいどうも皆様こんにちは、グリードです。今日はですね、コールオブデューティーのプロプレイヤーたちがもう行っている基礎中の基礎、コールオブデューティーの基礎中の基礎をちょっとね、紹介解説していきたいなと思います。今回の内容はショルダリングとクリアリングについてですね。まあクリアリングの方は皆さんもご存知かと思うんですけど、まあ考え方がねちょっと違うのかなと思うので、共有したいなと思います。今日話す内容はコールオブデューティーの競技ルールでプレイする上では本当ね、もう根本的な考えというか、もう基礎中の基礎みたいな内容なんですけども、これから大会に出てみたいなっていう人や、今 e スポーツルールで、活動してる方はね、ぜひ聞いてほしいんですけども、大会とかは出ませんっていう方もね、まあこういう考え方をしてるんだなっていうのをね、ぜひ聞いてほしいなと思います。はい、まず一つ目、ショルダリングについてですね。まあ海外プレイヤーがよくショルダーショルダーとかで配信で言ってると思うんですけど、まあショルダリングっていうのはこういうふうに体をちょろ出ししてクリアリングすることを言います。まあこういうふうにね、まあ例えばあそこの頭らしい敵がいるかどうかをこうちょろって体を出して確認すること。本作の正しいショルダリングっていうのは、まあこういう風に、体を出しすぎず、で出す速度も速すぎずっていう感じですかね。こういう風にダッシュなんかも入れてもいいですし、ダメな例としてはこんな風に体を出しすぎている。まあこれだと一瞬で抜かれたりしてしまうので、もう一つのダメな例としてはこういう風にね、速すぎるとか速すぎるとこれもまた抜かれてしまうのでダメですね。コールオブデューティーの基礎中の基礎、本当に基礎中の基礎なんだけど、経験者でもできてない人がたまにいる、無駄な打ち合いをするな、一人で死ぬなっていうことですね。一人で打ち合うなっていう。本作の大会ルールは4対4なんですけども、本当にね、1ライフがめちゃくちゃ重い。そして強いチームになってくれば来るほど、チームショットが重要になってくるし、一人かけただけでもめちゃくちゃ、戦いがね不利になります。いかに味方とコミュニケーションを取って同時に打ち出したり、作戦を決めていくかっていうのが本当に重要になってきます。まあ、もちろんね、公開マッチではそんな深いことは考えません。もうバリバリね打ち合います一人でも全然打ち合いに行くんですけども、まあ、大会ルールとなるとそういうわけにはいきませんので、本当ね、いわゆるこれですよ、このショルダリングうまく使って無駄な打ち合いをどんどん避けていく、確実に勝てるという打ち合いだけに、絞っていくっていうのは本当に重要になってきます。よく公開マッチではこの人めちゃくちゃ強いのに競技シーンに来るとあんまり強くないなっていう人は、大体こういう風に無駄な打ち合いがめちゃくちゃ多いです一人で打ち合って一人で打ち死ぬっていうね、ことが大体当てはまる。じゃあ一つ例として、向こうの頭出しに、敵がいるとします。まあショルダリングをせずこういう風に打ち合ったら、まあ向こうが先に構えてたら大体まあ打ち負けますよね。 100% 死にます。こういう時にこういう風にショルダリングをチラッとして、敵の位置をね、味方に報告して、じゃあ例えば味方あそこにいたとします。でその味方と連携を取って一緒にこう飛び出したりとか、敵があそこにいなかった場合もこうショルダリングして、あいないなって言って1個進んで、またここでショルダリングして、ここもここでショルダリングしてみたいな、どん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 壁を使って敵がいないことを確認して前に進んでいくという風な使い方をすれば、格段に、生存率が一気に上がります。まあショルダリング、まあこちら視点で見れば敵がいるかどうかを確認するっていうね方法に過ぎませんが、まあ敵視点から見るとね、またちょっと違った見方になるんですよね。じゃああの頭らしい敵に対してこうショルダリングをしたとします。まあもちろん向こうは僕のね、姿をここにいるっていうことを確認したので、確実にここは警戒するはずですよね。まあこれは一つの例ですが、ショルダリング、敵に位置を知らせました。さあここから一気に別のルートから移動して、例えばこっちの方を守ったりとかすると、敵はまだあそこをずっと警戒してるのに、もうすでに自分は違うところにいるっていうプレイができるわけです。まあこれがいわゆるサーチ&デストロイとかの防衛になると、あいつどこ行ってもいるじゃねえかみたいな状況を作れるわけですね。今説明したのは本当に一部に過ぎませんが、まあ、こう体を出してただ留まるっていう方法ももちろんありますし、本当にいろんなパターンが、まあ状況状況によって、まあ、考えられるんですけど、まあ、判断力の速さがそうですね、問われますよね。例えばさっきみたいな、このすぐ移動するっていう方法は。今説明した例を敵視点から見ると、あいつ体出してきた、あそこにいるぞ、あそこにいるぞってなって、で、ちょっと待っても、出てこねえな。じゃあ前出てもいいかって言って、こっち飛び出した瞬間にそこから撃たれるっていうね、状況になりますね。
はい、お次にクリアリングについて説明していきましょう。まあ皆さんクリアリングといえば何でしょうかね。まあ敵がいるかどうかを確認する行為とかだと思うんですけど、まあもちろんそれは合ってるんですけど、まあ僕のこの意識、考えというより意識ですかね。意識としては敵がいないゾーンを潰していくっていう意識を持ってます。なんだよそんな当たり前じゃねえかよっていう思う方もねいると思うんですけど、いやでもこれをね強く意識するかどうかによってかなりね動きが変わってくるんですよ。でこれ今ね、海外のここの COD レックリーグっていうねところが、作ったアプリになるんですけど、まあこういう風にね自分でこうねマップ上にかけるプラス、例えばねこのプレイヤーを移動させることができるんですよね。こうやってこれポチッと押すとこうやってウィーってこれめちゃくちゃすごいよね。まあ、チームで会議として使うときにはもうものすごく使えますね、これ。ちょっとマップを、クロスロードにしました。で、サーチ&デストロイという状況に、します。で、じゃあ敵側、こっち敵側にして、まあそうだな。まあ、この辺にちょっと適当に配置しましょうか。じゃあ2番こっちに移動させて、じゃあ僕がこれからクリアリングしていきます。さあ、まずこれショルダリング。よいしょ。これショルダリングして、まあとりあえずこの辺はまあパッと見えないので、ちょっといないということを確認できたから、じゃ移動します。まあこれもしかしたら3番から見られるかもしれないけど、まあこの辺もちょっとね、ショルダリングとかした方がいいかな。あと2番が確認できるか。まあ2番に押さえてもらいつつ、こっちタンク上がって、まあさらにショルダリング続けて、あれ？奥も見えないなってことで、じゃあこっちも潰れます。まあこういうふうにどんどん敵がいない範囲を塗りつぶしていく感覚をまあクリアリングっていうふうに考えてます。じゃあちょっとこのクリアリング分かりやすくするためにサーチ&デストロイの 1v1 の状況にしましょうか。で、じゃあこっち、守り側僕にします。こっち僕で、こっち敵ですね。サーチ&デストロイの 1v1 の状況で、じゃあ僕がこうクリアリングしてます。いないです。ちょっと移動してみて、ここも奥も全然見えない。で、ここでちょっとしばらく待ってショルダリング し続けます。で、まだ待ってもここ敵全然見えないなって、このタイミングでここにいないってことはもう大体もうこの範囲はもうほぼほぼいないんじゃないかっていう。じゃあだったらそうだな、もう裏に回ってきてるか、まあ、A に来てるかですよね。で、実際敵はこういう風にこう裏に回ってたとします。で、じゃあ僕ここを通って A ポ見たら A もいなかったってなると、じゃあもうこれはこの時間帯でここにいないってことは、あ、じゃあその前にこのレーンがもうほぼ潰れました。じゃあ敵がいるならもうこの B の付近しかないなってどんどん絞れてくる感じですね。まあ、今話した内容はすごくね当たり前のことだと思うんですけど、まあ、なんだよそんな当たり前じゃねえかってね思った方もいると思うんですけど、まあ、こういう風にサーチ&デストロイとかライフがすごく大事なルールでは、まあ、この辺のねクリアリング意識の差っていうのは出てくるかなと思います。まあ、実際ね e スポーツのプレイヤーの中でもこれができてない人がねめちゃくちゃいます、正直。でそれがやっぱサーチ&デストロイになってくるとすごくなんかボロが出るというか、まあ、分かりやすく出てくるんですよね。今日話した内容はものすごくねもう基礎中の基礎というかもう根本的な考えみたいな内容なんですけども、まあこういう風な考え方をしてるんだなって、知っていただければいいかなと思います。まあ次からはね普通の実況動画上げていくと思うのでよろしくお願いします。というわけでこの動画良かったらチャンネル登録と高評価ねぜひポチッとよろしくお願いします。お疲れ様です。